かずみちゃん、お父様がご病気で入院されていると聞きました。たった一人の肉親と一緒に暮らせないなんて。早く良くなるといいですね。合気道の根本にある気という考え方は、あらゆる武道やスポーツに通じるものなのですよ。趣味ですか。そうですね、書と生け花を少々たしなんでいます。あとはスキーですね。名残惜しいですけど、そろそろ帰る時間です。楽しい時間って過ぎるのが早いですね。今日はとても楽しかったです。あの、よろしければ帰りもご一緒しませんか。
ちょっと時間あるし、どこか寄っていこうよ。やったー、行こう行こう。早く入ろう、早く。ねえ、次はそっちから何か話してよ。なるほど、そうなんだ。うん、それでそれで。こんばんは。ううん、何でもない、気にしないでね。ありがとう。来てきてよかったな。ええ、そうね。それじゃあ急ぎましょう。ええ、そろそろ始まるみたい。本当に花火って素敵ね。綺麗だと思わない？え？そんな先のことを言われても困るわ。ちょっと気が早すぎるんじゃないかしら。今日はありがとう。それじゃあ、さよなら。
当に花火って素敵ね。ええ、そうね。きっといい思い出になるわ。やあ、君たちも来てたのかい。こんなところで会うとは奇遇だな。何を言ってるんだ。この俺が一人で来るわけないだろう。失礼するよ。連れの子を待たせてるんでね。今年の公演作品、だいぶいい線まで来ているけれど、もっと一緒に頑張ってほしいの。行動パターンを完全にコピーすることでオリジナルの人格を